おはようございます、今日の話は裏道を行けという立花明さんの本の中から同名の題で書きました。ここではコンピューターの世界で使われてきた、ハックが大衆化している状況について考えてみたい。初期のハッカーたちはコンピューターやネットワークのシステムをハックしようとしたが、今では脳から金融市場、社会まであらゆるものがハックの対象となっています。世界は今、社会化、グローバル化、リベラル化という三位一体の巨大な潮流の中にあります。この人類的な出来事によって社会はとてつもなく複雑になり、人々は急激な変化に翻弄され、人生の攻略が非常に難しくなっているわけですね。これを立花さんは無理ゲー社会と呼んでいるわけです。でこの我々一人一人が能力がみんな違っていると、能力やパーソナリティのばらつきがですね、失業や依存症、貧困、犯罪などさまざまな社会問題の原因になっています。知識社会の高度化というのは、端的に言えば仕事に要求される知的スペック、学歴、資格、知能などが上がるということです。ハードルが高くなれば当然それを超えられる数、ものの数は少なくなっていきます。学歴社会がどん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 進んだアメリカでは、高卒や高校中退の白人労働者階級が仕事を失い、自尊心を失われ、ドラッグ、アルコール、自殺で絶望視しています。世界中で平均寿命が伸びている中で、アメリカだけがですね、下がっているんですね。で今やですね、それがさらに知的スペックのハードルがさらに上がって、大学を卒業しても望むような仕事や、仕事ができなくなっている。これは弁護士とか医師、ウォール街のトレーダーやシリコンバレーのエンジニアに就くことができなくなっているんですね。こうして不満だらけのエリートワナビーズがレフト、左翼やプログレッシブ、進歩派と呼ばれる左派ポピュリズムを形成しているということなんですね。でリベラル化というのは、自分らしく自由に生きたいという価値観で、これはまだ評価が定まっていませんが、私が自由に生きるならあなたも自由に生きる権利があるということなんですね。この自由の相互性によってあらゆる差別は許容されなくなって、女性や有色人種、性的少数者など、これまで自由、社会の片隅に追いやられてきたマイノリティに平等な権利が与えられることになりました。これはもちろん素晴らしいことですが、光が強ければ強いほど影もまた濃くなるということなんです。じゃあ今日